ウルティマエコシステムにおけるウルティマプールをご紹介します。これは私たちの製品の歴史において初めてのプールで、参加者は自身のウルティマを凍結することで新しいウルティマトークンを補修として受け取ることができます。プールに参加するためにはライセンスや契約を購入する必要はなく、スマートウォレットで数回のクリックでウルティマトークンを凍結するだけで済みます。補修はシンプルな計算式で算出されます。日々の補修をプール内の凍結されたトークンの総数で割り、その結果をユーザーが凍結したトークンの数に掛け算します。プールでは毎日5ウルティマが補修として配分されます。このガイドではウルティマプールでウルティマを凍結する方法、凍結解除する方法、そして毎日の補修を受け取る方法について説明します。トークンの凍結、フリージング。凍結プロセスを開始する前に重要なルールに注意してください。ウルティマトークンの凍結または凍結解除のいずれかのアクションはスプリッティングにおける補修の待機時間24時間をリセットします。例えば20時間前に補修を受け取り、次の補修まで4時間残っている場合、ウルティマを凍結または凍結解除すると補修の待機時間はリセットされて24時間になります。スマートウォレットを開き、ウルティマアイコンをクリックしてください。空いたウィンドウでフリーズアイコンをクリックしてください。空いた画面には凍結可能な残高、Available Balance と凍結されたトークンの総数、Total Frozen Balance が表示されます。トークンを凍結するには、フリーズボタンをクリックしてください。凍結は2段階で行われます。最初のステップではウルティマを準備し、次のステップで実際に凍結が行われます。次の画面で Prepare ウルティマをクリックしてください。次の画面では凍結するトークンの数量を入力するよう求められます。希望する金額を入力し、Prepare とフリージングボタンをクリックしてください。次にピンコードでアクションを確認する必要があります。表示されたウィンドウで Confirm Freezing をクリックして凍結を確認してください。その後もう一度アクションを確認するためにピンコードを入力するか Face ID を使用するかスマートディフェンダーをスマートフォンにかざす必要があります。すべてが正しく行われればお祝いのメッセージが表示されトークンが正常に凍結されたことを意味します。トークンの解凍 Unfreezing。トークンは凍結から10分後に解凍することができます。そのためには凍結メニューに戻ってください。画面の下部でアンフリーズボタンをクリックします。空いた画面で解凍したい金額を入力し、コンファームをクリックします。空いた画面で解凍したい金額を入力し、コンファームをクリックします。アクションをピンコードで確認してください。その後、すべてが成功したことをお知らせる画面が表示されます。凍結されたウルティマに対する補修をリクエストする方法は、トークンが凍結されている間、毎日補修を受け取ることができます。補修を受け取るにはリクエストする必要があります。これを行うには、スマートウォレットのメイン画面でウルティマアイコンをクリックします。空いたウィンドウでスプリッティングボタンを押してください。以下の画面が表示され、スプリッティングに関する詳細情報が含まれます。My Frozen Ultima、あなたのバランスにある凍結されたウルティマトークンの数量。Total Frozen Ultima、プール内の凍結されたウルティマトークンの総数。Daily Reward、プール参加者に配分される毎日のウルティマトークンの数量。Current Block、ブロックチェーン内の現在のブロックを表示。現在の半減期間の最終ブロックを表示。My Estimated Reward、あなたのすべての凍結されたウルティマに対する推定補修の量。Price Per One Frozen、一つの凍結されたウルティマに対する補修の量。画面下部の Claim Reward ボタンをクリックしてください。次の画面が表示され、製品の利用規約に同意するためにチェックを入れ、Confirm ボタンを押す必要があります。完了です。補修をリクエストしました。このことはスマートフォンの画面に表示されます。
スマートディフェンダーを使用している場合は、保守をリクエストするためにカードをスマートフォンにかざす必要がありますので、ご注意ください。また、スプリティングにはスマート手数料がかかりますので、取引を行う前にスマートコインの残高が十分であることを確認してください。毎日スプリティングに参加し、保守を要求することを忘れないでください。成功を祈ります。質問がある場合は、サポートにお問い合わせください。喜んでお手伝いします。